劇集団青の会 YouTube チャンネル、ちょい足しレシピ豆です。今回の今週の一食、普段食の細い私豆が貴重な一食を全力で楽しむ企画です。実はこういうのを見つけました。カップラーメンがさらにうまくなる魔法の粉プレミアム。この間劇団の近くのドンキに行った時に見つけました。今までいろいろちょい足ししてきましたが、カップラーメン専用の調味料っていうのはちょい足ししたことがなかったので、一体どのカップラーメンに合うのか検証していきたいと思います。この魔法の粉についてちょっと調べてみたんですが、味源という会社とドンキホーテのコラボ商品のようです。商品自体は2018年に発売されてまして、このコラボ商品以外だとレッドペッパー味、そしてブラックペッパー味があるそうです。今回使用するのはレッドペッパー味でもなくて、ブラックペッパー味でもなくて、このプレミアムになります。このプレミアムには国産アゴだし、ソーダカツオ節、アサリ、ホタテ、シジミ、カキの旨味が集められているそうです。それでは早速試していきましょう。準備開始。ちょい足し試してみるカップラーメンはこちら、日清カップヌードルミニシリーズ。通常の醤油にシーフード、カレー、そして味噌味、この4種類で検証したいと思います。私ね、このちっちゃいカップ麺がすんごい好きで、このねサイズ感がねたまんなく大好きなんですよね。開けていきます。パチッ。でこんなちっちゃいのに一人前だぞって言ってる感じがねすごい好きで、でね、このちっちゃいカップ麺とあとちょっとしたおかずを組み合わせてお弁当に持ってったりなんかしてます。ミニかわいい。できました。ここに順番に魔法の粉を入れていきます。召し上がり方、市販のカップラーメン2本瓶を小さじ約1から3杯入れてお召し上がりください。あとお好みによって量は調整してくださいって書いてあるんで、これがミニなんで小さじ1杯ぐらいか、入れたいかな、入れていこうと思います。これね、裏のおじさんがちょっとやばい説明の、ほらすごい衝撃受けてる。これぐらいちょっと衝撃を受けてしまうかもしれない。ちょっと楽しみです。うわー、すごい、なんか出汁の香りがする。ちょっとこれはワクワク。一旦ちょっと置いておいて、まず普通で食べてから入れていきたいと思います。ではまずノーマルからいこうかな。いただきます。よいしょ。ちょっと混ぜて混ぜて。かわいい。ちっちゃくてかわいいな。あ、やっぱエビとか卵とか入ってて具沢山で良い。いきます。よいしょ。あ、スクイーン。スクイーン、スクイーン。うん。うん。うん。安定の醤油味。あっさりと美味しいです。ではいよいよこれに粉を入れていきます。小さじ、こんな感じ、小さじ1杯。めっちゃ多い感じがする。でも書いてあるもんね。よし、入れよう。ダバーン。すごい、なんか結構迫力がある。これほらドーンって粉が。じゃあ、いただきます。
っと混ぜるね。お、スーンと溶けていった。スンスンと。ちょっとなんかお出汁の香りが増えた。いきます。見た目はね、そんなスープ変わらないですね、色目的には。味、うん、だし、あ、だしこれ牡蠣実はちょっと苦手なんですけど、いけるかも。あまり気にならんかも。すべての旨味が凝縮されてる感じがして美味しいよ。結構和風、和風ですね。うん、あ、美味しい。なんだろう、もともと完成してるカップヌードルにプラスですごいコクが増える、なんか 深さが増えた感じがする。ちょっと待って、スープも飲もう。熱っ、うまっ、すごいスープやばい。これなんか味が濃くなった、ギュッて。おお、合いますね醤油。では次、シーフードいきたいと思います。まずそのままいただきます。ちょっと混ぜて、よいしょ。あ、魚介の香りがします。うん、あ、うん、美味しい。うん、あ、魚介の旨味がギュッて入ってます。これに魔法の粉を入れていきます。と混ぜて、あ、やっぱり出汁の香りがすごいですね。スープ自体はやっぱりそんなに、ちょっと濁るか、あんまり変わりないかなって感じがします。いくぞ、それ。うん、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 あれ、シーフードとお出汁の戦いになっている。あ、でもちょっとお出汁が勝ってる感じ。シーフード感がちょっと薄まったかな。これは結構好みが分かれるかも。スープも飲んでみよう。あおう、なんかね、シーフード感がちょっと薄まっちゃいました。シーフード好きにとったらちょっとお出汁が強めになっちゃったかも。次、カレーいきます。じゃあまずそのままいただきます。カレーの香り、めっちゃいい香り。混ぜて混ぜて、よいしょ。ではそのままいただきます。ビュン、うん、うん、あ、間違いない、カレー美味しい。なんでカレーってこんな美味しいんだろう。ではここにまた魔法の粉を入れていきます。と、ではこれをまた混ぜていきます。あ、やっぱお出汁の香りは変わらず、ちょっと溶けにくいかな。カレーのね、あのスープがちょっととろっとしてるので。いくよ。うん、お出汁の香りがプラスされました。いきます。うん、うん、おお、これはカレーうどんだ。カレーうどんの味がする。これはね、すごいお出汁とカレーが結構ギュッて合体されて美味しいね。カレーうどんっぽくなっている。スープも飲んでみます。おお、うん、あ、出汁がパワフルになっている、そんな感じがする。あ、これはでも合うかも。じゃあ最後、味噌いきます。まずそのまま食べますね。これは
どう？よいしょ。ほっ。うん。うん。おめそ。一番ご飯に合いそう。うん。おいしい。ではこれに魔法の粉を入れていきます。と。混ぜます。では。焼きます。うん。うん。お。うまい。これね、さっきのカレーほどお出汁がガツンとは来ないんですけど、こう自然にシュンって馴染んでた感じ。お、お味噌も合う。スープも飲みますね。おお、うん。ちょっと味足したよみたいな、そんな感じ。うん、これも美味しい。はい、4種類食べてみたんですけど、共通して言えることはですね、どれもね、お出汁が美味しいではなくて、基本すごい和風出汁がギュッてこう旨味が詰まってるので、どれに入れても和風のね、旨味、深みっていうのがすごい足されました。例えばなんかカップラーメン以外にも、お味噌汁だとか、あとお蕎麦とかうどんとかにも、もしかしたらこう合うんじゃないかなっていう感じが私はしました。今回の渾身の一食、いかがでしたでしょうか。ドンキで見つけたカップラーメンがさらにうまくなる魔法の粉をご紹介させていただきました。ありがとうございました。ここで動画にいただいたコメントをご紹介させていただきます。これはですね、ちかゆさんと激辛に挑戦した動画にいただいたコメントです。辛いの好きなので、今度見つけた時試してみます。マメさんが悶絶してる横で、ちかゆさんが美味しい美味しい言いながら食べてるのが対極的で面白かったです。笑って。本当に対照的でしたね。ね。うん。辛くなかったですか？全然 OK。マジで。めっちゃ辛かったんですけども。本当？私は辛かったんですけど、ちかゆさんは辛くなかったみたいです。すごいですね。はい、コメントありがとうございます。コメントは全部読ませていただいてますし、可能な限り返信させていただきます。私が紹介したいなって思ったコメントはご紹介させていただいてます。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた来週。